久しぶりかな、ショールーム久しぶりか、いつぶりぐらいかな。会いたかった、カレンも会いたかったよ、会えたね。次に会えるのは早くて24かな、24のオーガスタに出れます。嬉しい、オーガスタに出ることが決まったのでぜひ来てください。出てみたかったんですよね、オーガスタ。嬉しいな。なんかオーガスタは暑いし、あとね、亀子さんカメラ OK らしいので、去年とか一昨年とか亀子さんの写真、カレン出てないけど違うメンバーの見て可愛かったから、ぜひカレンも撮ってくださると嬉しいです。8月もあぶ以上はだね、最後の夏休み、毎日そうだね、最後の夏休みだ、やだ、半分以上だね、ほんとだね。それでも100ギガあるんですけど、あ、でも無制限に変えてもらえるんですけど、多分もうあと20ギガないです。10何ギガしかない、100ギガのうち。16日ぶり、やばいね、してないね、めっちゃしますね。ななきちゃんたちね、始めた、びっくりした、朝起きてツイッター見たらいつの間にか始まってた。たくさんフォローが決まってました、ななきせいから。あ、8月にかした覚えあるかも。8月には8月だねみたいな。去年得意教科は数学、数学が、あー得意かもしれない、他のに比べたら。でも国語も、国語って勉強しなくても解けるから好き。国語は書いてあるから好き。だからここはいつも高いんですけど、数学はなんかあんまり勉強しなくなってちょっとダメになってきましたけど、でも国語は味方ですね。でも頑張れば得意なのは数学です。サッカーカッペの生誕祭メッセージカードめっちゃ面白い。面白かった、楽しかった。なんかそう、大笠が、ありがとうございます、嬉しいな、広そうだな。25は公演、そう、公演は凛花の生誕祭ですね。25は生誕祭で、26がだ逆上がり公演、大笠初です。え、待って、え、待って、山田ちゃん、これ山田ちゃんだよ、山田ちゃん、なにこれ、なにこの金色のやつ、ありがとう、タワー、この金色タワー、磁石、なんて書いてある、見えないんですけど、ありがとう、あります。なんだろう、これは遊び暑いけどね、でもサマステも暑かったし
頑張ります。日焼け対策しますよ、こう見えて、こう見えてしてます。冬の前から日傘はさしていますし、ん違う、夏の前だ、夏の前からしてますし、ここに黒いやつもしてますし、帽子もかぶっておりますし、ゴルフはミニゴルフかな、なんかそんなのをおばあちゃんとおじいちゃんとしたことあります。普通のゴルフかな、ミニゴルフかな、でもちゃんとしたところで、草のところでしました。難しかった、本当に予想以上に難しいよねゴルフって。空港写真かかかったんですか、カコッペに撮ってもらったんですよね。ななきちゃんと外国人いると知れとひろねえ、ひろねは見たけどハンちゃん見てなかった。でもハンちゃんもう始めてると思ってた、始めてなかったっけ、ハンちゃんって撮ってたのを見てただけかな。なきて全員私もフォローしました、みんなフォローしてください、ぜひ。ラムネ見に行ったんだよね、あのね、ラムネも前見に行こうと思ったけど、見に行けなくて、結局25のお昼公演を見ようかなって思っております。ゆうたやねちゃんだけほら、ゆうたやねちゃんだけ私は全員してました。体育、体育本当に苦手なんですよ、本当に運動神経悪い。持久走も遅い方だし、 50m 走普通だし、握力は普通、ボール投げがめっちゃ弱いのね、 5m ぐらいとか、あとは何だろう、何があるかな、飛び箱できない、マット運動できない。カレンちゃんは最後の締めと言いながらリリーちゃんが可愛いと思う、あダメですね、山田ちゃん、山田ちゃん行かないでください、リリーちゃんって呼んでるの可愛いけどダメです。カコップが数学得意で大当たって言ってた、はあ、いや、そろばん今できるかな、そろばん、でもそろばん習ってたんで、そろばん暗算1級取ってるんで、普通のそろばんは2級取ってます。1級はちょっと取らずにやめてしまったんですけど、きっと続けてたら取れたんですって。懐かしいそろばんの試験、あ、花火の筒だわ、すごい、あ、花火がね、上がるやつね。花火それ置いてちょっと立ったらパーンってなるやつ、試射玉、すごい、ありがとう、試射玉っていうのね、なんかさ、売ってあるよ、売ってない、うーん、ななきちゃんもキャッチフレーズ、あ、誰だっけ、あ、みゆちゃんだった気がする、あ、みゆちゃんなんですよね、ね、怖くも使ってるけど、私は天使の怖くまです。天使の怖くまなんです、石川美優ちゃんです、ちょっと対決ですね、小悪魔の、
あ、マジ初めてだよね。あ、よかった。びっくりした。あ、なぎいち、ほんとなぎいちね、なんかこれ好きなんですよ。なぎさで一番可愛いか、あなたはどの子を指さすの、なぎいちはっきりしようじゃないか。なぎいち楽しかったです。もう真夏がもう難しすぎて、本当に真夏のさん作ったから本当に難しすぎて、なぎいちはなんか覚えるのが早く覚えれた気がします。なぎいちに時間、何時か、真夏のさん作ったに時間がかかりすぎて、もうずっとねリハブ見て、真夏ね、真夏のさん作った、もう覚えきれなかったですで覚えながらなんですけど寝落ちしちゃって、渋みんちに泊まってたんですけど、渋みともう朝必死で踊ってましたふくらはぎ筋肉痛、あ、治った、ありがとう。2日間湿布貼って寝たから治りました。レンレン運動神経抜群だと思ってた。抜群じゃないし、体もめちゃめちゃ硬いです。マジで硬いです。なんか普通に結構マッサージは、マッサージはストレッチしてると思うんですけど、それに勝ります、運動神経の悪さが、硬さが。ありがとう、ワンさん、ありがとう。ソロバン博物館って何？すごい。で、ね、試食時間かかりすぎる話は公演 MC です公演ユニット系 MC です。あ、そう、プロフィールソロバン書いてあるけどもうできない気がする。できないです。なんか仕方が、足し算しかできないと思う。もちろん、もちろん、もう私引きしかできないです絶対に、うん、坂上公園まだ見れてない。健康と休みとかの坂上公園が思ってね、坂上公園大好きなのね私。本当になんか、本当になんか大好きなの、一番好きかも、わかんないけど、まあ全部好きなんですけど、坂上公園楽しいのでぜひ見に来てください。26とか来る方いますか？ですね、楽しいですよ。カレンの好きな曲は、全部好きなんですけど、好きなんだろうね。エンドロールはもう好きだし、振りして真似してとかも好きだし、トゥービーコンティニューも好きだし、全部好きだす。例えば今年花火は何々町で見たんだけど、あまなく綺麗だった。本当にカレンは昨日なんか福岡でなんか見えました。花火が見えました。なんかどこで合ってるのか分かんないけど、どっかで合ってるのかな。みんな見えた？と思ってた。カレンって私は優しくて天使やん。ほんと？天使な天使ってこと？ふふふ、
さやちゃんのハイタッチ行ったら福井からじゃあ一番です、自己紹介します、ありがとうございます、お願いします、みんなお願いします。竹内予想通りたくるみでね、くるねのくるねが可愛かったです、最初の渚で一番可愛いガール略してのタイミングがに苦戦してて可愛かったです、略してー渚ってこれ始まる時間でハンちゃんは騙してたよね、またやってね、あれは多分ねなんかちょっと理解するのハンちゃんもちょっと遅いんですけど、普通に5時半開演自体がないってわかるんですよね、言われたとしても6時半か5時開演しかない、それは頭にあって、それに平日は6時半休日は5時じゃん、その時点でハンちゃんね5時半開演ないってなんわからない状態だったのが騙せました。都合よく騙せました。でももう分かってると思うので、分かってなかったらまだ騙せます。2時間にここ点数が分かる、あラムネ行く人多いですよ、でもハレも早く見たいので同じです、一緒に見に行きましょう。あ、そう目頭ねずっと痛かったんですけど、ちょっと痛いかな今、あちょっと痛いかも、ここら辺押すと痛かったんですけど、でも全然痛い、あのマシになったんですけど、ここが痛くてずっと、でも治りました、もう目つぶるだけで痛かったから。うん、夏の祭り公園のうちはどうだったかな、あ作ってくれたんだよね、本当にね、ありがとう、めっちゃ可愛かった、そんなね夏休み公園のためにわざわざありがとう、本当にうちは作る人ってすごいよね。あそうです、この前店員さん役しました、寸劇でコント逆上がりをしました、どうでしたか、ちょっとゆかさんが素晴らしくてすごくてなんか安心感がありましたね、あと私はそこまでセリフの量が少ないので楽しみながら来ましたし、笑いながら、あ違う、みんなが笑ってくれて、もう笑ってくれるかどうかが結構ね、あの心に来るんですよね、笑ってくれなかったら結構ダメージを負いますし、なので笑ってくれてよかったです。メンバーからもメンバーも笑ってくれたみたいで嬉しかったです。レンレン7期生のダンソン先生、そうでも私なんか教えるってことを今までしたことなさすぎて、なんか今までダンスの振りをしようとしてた、ん振りしてるじゃないですか普通に、でもそれを教えようとなると何してるか自分で分かんなくなるね。まあ簡単な振りは分かるんですけど、例えばなんか手の振りが細かいやつとかだと自分の慣れで動いてるから、あメイクのやつか、教えてもらえなかった、なんかどんなことをしてるのか分かんなくなる。でも頑張って教えれるように頑張ります。
でもまず仲良くなることから頑張ります。インスタ、そう、本当にいつぶりってぐらいに上げました。すいません、めっちゃ遅くなっちゃって。これから頑張ります。富士ここが待ってたよって言ってきました。生ハムウェブリハでは勧誘してなかったんですけど、生ハムウェブ今回本番では勧誘をしてみました。ちょっと一人じゃ寂しいので。あ、ココペのショールームで今売ってたの？受ける。ココペは試着せずに買ってました。さすが、私は T シャツでも試着します。もう色ってたくさんあって罪。これでサイズとかもさ、もしたくさんあったら私はもうその倍かかってたと思います。ヘレに抱きしめられたりしたらハエになってしまうよ。ちょっと頭に残ってます。抱きしめ一瞬でも会えて愛になってしまう。それは私さん引き算できたらすごいよ。私さん引き算簡単です。サロバンは掛け割りが割りとか、あとなんだろう、あのめくるやつとか。でもめくるやつも私さん引き算だけど、なんかめくるの彼なんかあんまり得意じゃなくて、なんだっけ、マチカのバーディー、わかる。さ、感想てん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 。今月は3万円ぐらい。え、カレンが出るのは25、26だけだけど、オーガスタってことかな。ふふ、海はまた、あ、そうね、旗持ってる人ね、結構ね、見る気が。俺の扱い方さ、メンバーさ上手なんだけど、彼さなんかくるってなっちゃったりするんだよね。彼ちゃんのエンドロール最高、本当に嬉しい。エンドロールはちょっとね、ヘッドセットがガタガタします。個別のハイタッチも全部、あ、個別のハイタッチ来てください。タカさん、わがままな流れ星、流れ星ティッシュを振りをしている小悪魔ね、小悪魔、悪魔じゃなくて。まだハンちゃんのところにいるな私。
ね、本当にメイクナイツのあの手の振りはいつ覚えたんですけど、らしくでした。最初から先生に教えてもらったのでできました。とか UFO とかさ、やれる気がしないですね、私は。今日とかしてたけど、かんちゃんの虫のバラードいつかね、する日が来るのでしょうか。俺は一人で激しい雨の中、ずぶ濡れ打たれてたかった。酒上がり公演もいつか終わる日が来るのでしょうか。悲しいです。それはバチャドラもなんかもう懐かしい感情になってますし、でも全然出てって言われたら出れますよね。パシャドラはもう体が馴染んで、一番馴染んでいる公演なので。夢はチン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 トゥルトゥ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 ルル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 トゥルル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 ル。本当に私も海を渡るが一番難しかったです。ねねねと同様に、本当にその日じゃ覚えきれなかった。その振り入れの日じゃ一番難しかった。海を渡れと難しかったのは、あと不義理とかも難くて、あとその汗はそうつかないも難しかったかな。もうファンレターが神様でした。ファンレター本当にあれは振りがないです。5月初めて出るやん。そうそうなんです。だから本当にワクワク、何もわかんないから、何もわかんなくてワクワク、クワクワ。1月30日マークイズでマークは、そうなの、なかったっけマークイズ。すごい、じゃあまたさらにね増えますね。今から個別応募しようと思うけど、7期目は名前数が上がるよね。怒れないように頑張ります。何言ってるの、ダメだよ、絶対にダメ、絶対ダメ。坂上がりってユニットのセトリが制服の前に似てる。え、最後にさ枯葉だったっけ、制服の前。最後あれだよ、万華鏡だよ、最初。あんまり覚えてないな、制服の目。確かに2人の狼とプライドとかありますし、松本、あ、思った、松本もかちゃんペンライトね、ピンク、薄いピンクと薄い紫だからほとんど一緒だね。でも仕方ないですね、被るのは。たくさんこんなに人がいるもんね。私は濃いめのピンクと紫です。いつもてカレンの打ち上げでしたね。うちわが本当に可愛くて、クリナさんの天才うちわ。
キボズボね、キボズボに未練たらたらキボズボの曲とかしたいですね。またいつかネモハモとかしたいですね、私は個人的に。ネモハモはまだ覚えてくる、覚えてる気がする。チチンジュノで Hey what's up I know you know keep dancing all night long、ちょっと会ってないうちに見違えるくらい、ルージュが似合う女と呼ばれてたなんて、だってあの頃はまだトゥトゥポニーテールにシュシュトゥトゥトゥ、ベンチが青い服、確かに青い服持ってるのこれぐらいかな。でも好き、こういう青い服も。あと前おしゃべり会で来たカーディガン、なんだっけ、カーディガンじゃない、うーん、ふわふわのやつ、ふわふわのやつも大好き。あの青、この青も大好きです。濃い青とか濃いピンクとか濃い赤とか、赤は濃いんだ、大好き。主人が最近変更してみたい。なるほど、それはそうだね。でもちょっとシロップがないです、本当に。タリーズのアサイ&ヨーグルト美味しかったので飲んでみてください。私は1回しか飲んでないけど、まだこれから飲むつもりです。ちょっとアサイシロップを持っていこうかな。アサイシロップなんてあんのかな、ちょっとアサイはどこも品切れなんで、コストコでアサイを見かけた人がいたらもうすぐ報告してくださると嬉しいです。買いに行きます、コストコにも。アサイ不足です。で中継カレーレング2番目で、本当にありがとう。3人しか勝てない、あと1人は包みかな。シドリンクアサイかもね。みんなもね、初めて飲んでみようってなって美味しくてリピートしちゃうかも。でももうそれしなくても彼の浅い、浅いじゃない、推しドリンクめちゃめちゃ美味しいのでぜひ飲んでみてください。もうリサキとココッペが特にね彼の大好きで、ココハとかも好きだし、みんな飲んでくれて います。電池残りぐらいで、ああ、電池入れたばっかりはすごい光。ねえ、ギリシャ文字、あ、ギリシャ文字ね、すごい。クラシネイルね、ね、ハートの穴開いてるの可愛かった。私はなんか安ったんですけど、ちょっとヤスリの仕方が悪くて爪がツッツッってなってます。ツッツッって横から見るとちょっと分かんないな。でもまあまあいい感じ。鬼没ものカレン生誕祭ってな、ありがとう、今年も待ってます
アサイどんな味なんだろうね、本当に本当に分かんなくて、アサイがどんな味かは分かんないんですけど、アサイ味です。タイマなんかベリー系とか言ってる人いるけど、私はベリー系だとは思わないんですけど、甘いのかな、ちょっと甘いとか甘くないとかも彼あんまり分かんないんですけどチョコの甘い苦いは分かるけど、それ以外の甘いがあんまり分かんないですけど、まあ生ハム好きな人は好きなんじゃないですかね、私が好きなので、うん、スタバのパイナップルのも飲んでないし、桃も飲んでないです。悲しい。周りで飲む人も今のところいないから、一口ちょうだいもできないです。スタバの横もう通ってないですね、最近ずっと。繰り返しアサイと生でできてるの、できてるのバルタン、昨日も一昨日も食べました。アサイボール、なんか昨日初めて福岡のアサイボールを食べたんですけど美味しかったです。なんか前リサキとその福岡の違うアサイボール屋さんに行ったんですけど、ちょっと私が貧血だったので思ってたよりも高めで、ちょっと私断念しました。リサキも断念してたかも。仕事辞めて少し休むから私うちは作る、ほんとに楽しみ、かわいい、絶対ゆうや残り9個見つかったの、1個は見つかった、うん、1個見つかって、またその後に2個、あ、1個見つけたから2個見つけました。あと7、8個。でも新しい指輪も買いました、買っちゃいました。でもこれ錆びないやつかな、高かったから高いやつ買っちゃった。前も福井カレンの福井カレンです。なんか最初にふってちょっと言いづらいんですよね、福井カレンです。立花とか言ったらさ、たでいけるやん、うん、江口とか、北川とか森崎とか言えるじゃないですか。もう言いやすいね、もがみとか。なので福井頑張っていてください。福井カレンですって言わないように、福井カレンです、府中井タレンですって前はやっちゃってました。福井タレンです、福井府中井福井カレンですそれはここで見せなさいね、緊張するな、もう今からもう本当に生誕祭って緊張する。なんか
自分の、メモなしで喋りたいとは思うんですけど、なんか真っ白になりそうじゃないですか。だからそれよりかはメモを持っていきます。行った方がいいよね。もう喋れるか喋れないか分かんない。緊張します。そう考えたら去年の生誕祭は一番緊張しない空間だったのかなって思いますね。先輩がいなくて同期6人だけの中なので、もうちょっとお手紙話しとけばよかったなと思いますけど、でも初めての生誕祭なんで読ませてください。ハンドロール踊り方みんな個性豊か、違うかな、楽しい。レレの踊り方かっこよくて好き。なんかスタッフさんになんか終わった後、なんか一人だけダンサーの踊り方だったよって言われました。なんか踊れてたかな、ちゃんと。タイブームもタピオカブームも通ったの昔すごかった、すごかった。レイの好きな果物は桃です。それにパインも好き。なんで飲まなかったんって感じだよね。桃が一番好きで、パインも大好きで、リンゴとかも好きですね。でもマンゴーってさ、なんかマンゴーの味しなくない？そんな食べたことないからかな、マンゴー自体を。下方新書あれ本当に可愛いですよね。なんかこの前全員のあの壁社の新書を作っていただけたのに、またチームの新書を作っていただけるなんて夢のよう。本当にめっちゃくちゃ可愛い。なんか可愛いんですよね、めっちゃ好き。ここら辺の黒いレースが好きです。あれ自分の衣装のグイって書いてあります、一緒に。めっちゃ仕事の最後の日は朝6時半からは働きすぎだよ、やばい、それは倒れるよ、もうダメだよ、もうちゃんと24時間寝た、その後。伊原ハンナ、ああそういうことね。伊原ハンナと伊原ハンナ、あーハンちゃんって自分のこと伊原ハンナなのかな、伊原ハンナなんだけど私は。これ目の高めのボニーテールも好きです。高めのボニーテール私も大好きです。高野ララちゃんが長崎じゃないのはびっくり。長野、彼も福井じゃないのはびっくりですか。あ、福岡県民は福井に慣れてるよ。じゃあ安心か、福井。でも福井がついてるのもちょっと言いにくいのかな。なんだろう。福
岡って言いやすくない？福井、福井。変動されてきたし、期待してます。期待しないでください。ちょっと私はもう決めてます。生誕祭でソリユニット、うん、長きのキャッチフレーズはゆかです。気になってるのはゆかーかといって藤子の21分ぐらいはさすがにしないです。全然私は長すぎは違います。手紙誰よりなやはり先でも去年に先もらったので違うと思います。誰なんだろうね。まあその時もまた変わってるでしょうから、関係は友人こういう関係はもっと急に仲がいい人が出てくるかもしれないし、レジオネームで呼んでもらったら今日から特訓でゴミ拾い始めよう。ゴミ拾いは大事です。私もしてます。誰も見てないところで得積んでます言ったらダメ？キボツボじゃないです。キボミ、キボミです。キボツボ言いづらいでしょ。キボミ、東京行き飛行機の最終が9時半だから8時半に。でも普通の公演が8時半ぐらいに終わるよね。生誕祭は5時間円しか行けないね。じゃあみんな楽しかったな。今年は私、今年も見に来てくださると嬉しいな。ななきちゃんの X にフォローする。あ、それは全然しちゃってください。全然してあげてください。うん、おいしいマンゴーはマンゴーの味する。そうなんだ。おいしいマンゴーを食べれるように頑張ります。じゃあ袖なし？ノースリーブってこと？肩出しじゃなくて。この時間も元気です。夏休みなので本当に元気です。名古屋との間近い、近いです。オーガスタありがとう。本当に楽しみ。あ、急いで上に上がってたら到達しちゃった。ユージーマンゴー農家さん、え、いいね。私の家にお願いします東京、東京じゃない、通常の個展が少ないから9月にやめない。9月もどんぐらいあるかわからないですよ。9月、え、出たの？もしかして出てない？個展たくさんあるかもじゃん。人生の宿題で、夏休みの宿題はまだ終わってないです。夏休みの宿題の存在忘れてて。夏休みだからないもんじゃないの、宿題って。頑張ります。
公園行くためにラムネ買ってきた。ラムネってね、美味しいですよね。え、55分やばくない？今日はあっという間かも。一番なんちゃんのツッコンと文化祭出演しますように。はっ、当選しますように。あ、ちょっとお腹が痛い。今月のこれラムネとココテンと坂街だけでいいかな。え、いいじゃん。ラムネ16秒やばい。あ、ランキングします。13位、もっちーさんありがとうございます。2位、12位、ホハイムポップコーンさんありがとうございます。11位マリケンキングさんありがとうございます。10位タイくんありがとう。9位バラ八六さんありがとうございます。8位カトッペくんさんありがとうございます。7位シロクマさんありがとうございます。6位ハヤタありがとう。5位ヤマヤマさんありがとうございます。4位ユニオさんありがとうございます。3位カレンひなたん、お方しになりたくさんありがとうございます。2位コウジ、ずっと応援するよさん、ありがとう。1位は山田ちゃんです。ありがとう、ありがとう。今日もいつもありがとうございます。私が誕生日を終えとる、カレンひなたんが一番嬉しい。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ちょっと待ってね。カレン大好きだよ、ありがとうございます。この前の一昨日、昨日、おとといかな、おとといのツイッターの温かい返信、温かい返信とか、昨日メール送ったんですけど、それもたくさんの返信、長文でまたみんなも返信返してくださって、本当に本当に嬉しかったです。ありがとうございます。これからもうもっとダンスだけじゃなくていろんなことを極めて頑張るので、応援してください。次こそは皆と一緒に選抜勝ち取りたいです。
あ、もう休みだ。ごめんなさい、ありがとうございます。もうたくさん今日もコメントとかいつも見に来てくれてありがとうございます。ぜひまた来たり握手会とかぜひ来てくれると嬉しいです。じゃあバイバーイ。